こんにちは、コナくんです。今日のチュトリアルでは物理シミュレーションと FK コントロールの両方を組み合わせたリッキングを作成する方法をご紹介します。このリッキングはキャラクターモデルの服や髪の毛に適用できます。この方法を使用するとメッシュが物理シミュレーションにリンクされている場合でも FK コントロールで追加調整をすることができます。チュートリアルを始める前にちょっと FK コントロールで追加調整する必要性を解説します。こちらには2つのアニメーションがあります。左には FK コントロールが追加されていない状態です。右には FK コントロールが追加されている状態です。左には主に2つの問題があります。一つ目はメッシュが貫通している状態になっております。そこで追加調整をすることでメッシュ貫通を修正することができます。二つ目はモーションにメリハリをつけること。左ネクタイと後ろ髪に注目したらちょっと躍動感が足りないと思いませんか？それはシミュレーションがリアルの物理に完璧に追跡したから。リアルじゃなくてアニメのようにメリハリがあるモーションを出したいなら追加調整が必要となっております。解説は以上です。早速リキングを実際にやってみましょう。このチュートリアルのためにモデルを用意しました。ダウンロードリンクは概要欄に貼っているので、まずはそちらにモデルをダウンロードしてください。まずは Shift A を押してアームチュアシングルボンでリックを作成します。インフランスのボタンを押してボンがより見やすくになります。マウスのホイールで視点を移動しながらオルトを押して横の平行投影モードに入ります。タブキーを押してボンの編集モードに入ります。アノテーションのレイヤーをオンにして私が準備したボン位置のマークが見えるようになります。 G キーを押してボンをマークの位置に移動します。 E キーを押してボンを一つずつマークの位置に伸ばしていきます。アノテーションのレイヤーをオフにします。最初のボンをポニーテールアンダーバー FK.001 にネーミングします。マウスをボンの上に移動して L キーでボンチェーンを選択します。コピーとセレクトで他のボンをネーミングします。ボンチェーンをもう一度選択して M キーを押して別のボンレイヤーに移動します。そのボンレイヤーを選択して Shift D と右クリックでボンチェーンを複製します。 M キーを押して別のボンレイヤーに移動します。そのボンレイヤーを選択して最初のボンをポニーテールアンダーバーphysics.001 にネーミングします。またコピーとセレクトで残りのボンをネーミングします。このボンチェンドは物理シミュレーションに使うためメッシュのウェイドフェンドがここに載せたくないからオルトを押しながらディフォームをオフにしてください。コントロールとタブキーでオブジェクトモードに戻ります。次のステップは物理シミュレーション用のメッシュを作成します。まずはボンを選択してスラッシュキーでボンをフィューポートの中に独立します。Shift A で平面を作ってポニーテールアンダーバー PHYOBJ にネーミングします。編集モードに入ります。焦点モードに入って M キーを押して Mesh at Center を選択します。スナップをオンにして焦点を選択します。 G キーを押して焦点を最初のボンに移動します。 E キーを押して焦点をそれぞれの位置に移動します。オブジェクトモードに戻る Alt Z で X 線モードをオンにします。右クリックを押して Converse to Curve を選択します。ボンのサイズを合わせてベベルの数字を上げて Resolution を0にします。そして Converse to Mesh を押します。布の物理シミュレーションをオンにします。そのまま再生ボタンを押すとメッシュがそのまま落下しますのでピングループが必要となっております。
編集モードに入ります。焦点グループを作成する。そしてポイント .000 にネーミングします。最初の4つの焦点を選択して 1.0 のウェイトをアサインします。コントロール I で選択を反転する。そして 0.2 のウェイトをアサインします。ウェイペイントモードに入るとこんな色になります。オブジェクトモードに戻る。物理メニューのピングループに先ほど作成した焦点グループを選択します。今のメッシュはもう落下しない。次のステップは物理本をこのメッシュの焦点を追跡する仕組みを作ります。まずは新しい焦点グループを作成してポイント.001 にネーミングします。この4つの焦点を 1.0 のウェイトをアサインします。残りの焦点も4つずつそれぞれの焦点グループを作成します。作成が終わったらウェイトペイントはこのような色になります。アーマチュアを選択してコントロールとタブキーでポーズモードに入ります。最初のボンを選択してフィジクスボンを選択したことを確認します。そしてダムトラックコンストレインツを追加します。ターゲットは先ほどが作ったポニテールフィーオープを選択して焦点グループはポイント.001に選択します。こうしてボンの微端がその焦点グループの中心を追跡するような仕組みになります。他のボンも同じく Damn Track Constraint を追加します。それぞれに対応する焦点グループを選択します。できた後はこのような動きになります。でも今のままじゃボンを手動的に制御することができないからもう少し作業が必要です。FK ボンのボンレイヤーに移動します。最初のボンにコピーローテーションコンストレインを追加します。ターゲットにアマチュアを選択しボンに対応する物理ボンを選択します。この場合はポニテールフィジクス.001 です。 FK ボンが物理ボンを追跡するようになりました。そして FK ボンを手動的に制御するために MIX をBefore Original に変更する必要があります。最後にボンを元の位置に戻すためターゲットとオーナーの両方もローカルスペースに変更します。こうすれば物理シミュレーションを追跡している途中にも手動調整ができるようになりました。他のボンも同じくコピーローテイコンストレインツを追加します。できた後はこのようになります。次のステップは物理シミュレーションのメッシュをリッキングにペアレンドすること。今はまだペアレンドしていない状態ですからボンを移動するとメッシュは追跡しません。だからもう一つのボンが必要です。アマチュアの編集モードに入る。最初のボンを選択して Shift D と右クリックで複製します。ボンの長さを下げります。ポニーテールアンダーバーペアレンドにネーミングします。 FK ボンチェーンの親をポニーテールペアレンドに設定します。物理ボンチェーンの親もポニーテールペアレンドに設定します。ポーズモードに入ります。FK のボンレイヤーに移動します。ペアレンドボンを選択して複製したコピーローテーションコンストレインツを削除します。オブジェクトモードに戻ります。ポニーテールフィーオープを選択してオブジェクトコンストレインツのシャウトオフを選択します。ターゲットにアマチュアを選択しボンにポニーテールペアレンドを選択します。最後にセットインバースを押してメッシュを元の位置に戻ります。こうすれば物理メッシュの親がポニーテールペアレンドに変更しました。ポニーテールペアレンドを移動や回転するときにメッシュもそのまま移動や回転を追跡します。
このリッキングの基本はこれです。そのまま自分のリッキングに加えてもいいですが、私は Rickify というリッキング用のアドオンを常に使用しているので、Rickify のリッキングに加える方法もご紹介します。まずはエディット、プリファレンス、アドオンを選択して Rickify を検索します。そして Rickify をオンにします。Rickify というアドオンを要略すると、より簡単にリッキングを作成するツールです。例えば、このメタリックを選択して、Generate Rick を押すと、結構使いやすいのリッキングを作成することができます。他の詳細については CG タイプのチャンネルのチュートリアルにご覧ください。チュートリアルを続きます。まずはアマチュアを選択してポーズモードに入ります。ポニーテール・ペアレントを選択して Rickify タイプを Basics Raw Copy に変更します。Basics Raw Copy は Generate Rick を押した後にこのボンをそのまま生成したリッキングに転移する意味です。Widget type は Cube Truncated を選択します。これはボーンコントロールが生成された形になります。FK ボーンたちは Basic Super Copy に変更します。Widget にボーンを選択し、Relink Constraints もオンにします。ボーンコンストレインのメニューに移動し、Copy Rotation の名前の前に CTRL コロンを付けます。Basic Super Copy が生成したボンは3つに分けられています。1つは ORG ボン、オリジナルボンの意味です。1つは DEF ボン、ウェイドペイント用のディフォンボンの意味です。1つは CTRL ボン、制御用のコントロールボンの意味です。リッキングを生成した後に、Constraint をコントロールボンの上に載せたいから、Relink Constraints と CTRL コロンのネーミングは、それを行うための仕組みです。物理ボンの方は、Basics Raw Copy に変更します。オブジェクトモードに戻ります。スラッシュキーで隠したメッシュを表す。メタリックを作成します。スケールアップして、コントロール A でアプライスケールをします。アマチュアを選択して、シフトを押しながら、左クリックでメタリックを選択します。コントロール J キーでジョイントします。編集モードに入って、シフトを押しながら、紙の FK ボンのボンレアを選択します。ポニーテール・ペアレントの親を spine.006 に設定します。spine.006 は頭のボンです。物理ボンのボンレアを選択して、Rickify Layer Names のメニューに移動します。このボンレアに Physics とネーミングします。UI Row を13に設定し、ボングループを Special に設定します。これは生成したリッキングのメニュー UI とボンの色に関する設定です。紙の FK ボンのレアを選択します。ボンレアをヘアとネーミングします。UI ローを13に設定し、ボングループを FK に設定します。そして、オブジェクトモードに戻る。Generate Rig を押します。ポニーテールフィーオープンの Constraint のターゲットを先ほど生成したリグに変更します。メタリックとフィーオープンを隠す。リグを選択して、UI メニューでトーソーとヘア以外のボンレアを隠します。最後のステップはメッシュをスキニングします。ポニーテール全体のメッシュを選んで、シフト左クリックでリグを選択します。コントロール P でアマチュアディフォーム with auto weights を選択します。頭を選んで焦点グループを作成して def-spine.006 でネーミングします。編集モードに入って全焦点に weight 1.0 をアサインします。オブジェクトモードに戻る。シフト左クリックでリグを選択します。コントロール P でアマチュアディフォームを選択します。
これはメッシュの前頂点が頭のポンにスキニングする意味です。最後はメッシュ貫通を防ぐ合体を作ります。シフト A で UV スフィアを作ってセグメントとリンクを8に設定します。メッシュを頭の位置に移動します。同じく頂点グループを作成し、ウェイト 1.0 をアサインしてリクにスキニングします。スフィアを選んで物理シミュレーションのメニューにコリションをオンにします。H キーでスフィアを隠します。Alt Z で X 線モードをオフにします。リクを選択してインフランスをオンにします。これで物理シミュレーションと FK 追加コントロールの両方を組み合わせたリキングの制作が完了となっております。もしよろしければチャンネル登録とコメント評価をしていただければ嬉しいです。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。